姿勢抽選者地にとは1937年に試作された第2本帝国陸軍の中戦車である。1936年、89式中戦車を代替するための新型中戦車の試案がまとめられ、第一案と第二案が提示された。第一案は、全体的な性能の改善を起きとし、武装の向上、走行の増強、3 7トル級対戦車砲への、 近距離での対弾性能、速度増加を要目とした。それに対し、第2案は、重量の低減、武装及び調合能力を低下させず、37mm 級対戦車砲への中距離での対弾性能、小型化と乗員削減を要目とした。当時のインフラストラクチャー面の問題から、重量の低減を最大の懸案と見る参謀本部と陸軍省などは、 1> 第1案の13.5トンでは重量課題とし、最大でも12トン程度への軽量化を要請したが、不可能との陸軍技術本部の回答があったため、性能差は安価に大量配備することで補うとして、第2案の指示に傾いた。ただし、参謀本部は、性能の勝る第1案に未練があり、できれば第1案も同時に試作研究してほしいとしている。一方、 実際に搭乗運用することになる戦車学校をはじめとした部隊側は第2案の速度性能は許容可能だが一人用砲塔では戦闘時の戦力発揮に問題があるとして2人用砲塔かつ重装甲の第1案を強力に指示した意見はまとまらず第1案が地波車第2案が地に車として試作されることとなったこの提見の揺れは 開発側を混乱させ、当時、決して十分とは言えなかった国内の開発能力で、同一の首都で構想の異なる戦車を試作することは、資材と費用の無駄ともなった。1937年7月7日に発生した日中戦争によって、現場部隊側の意見が大勢を占め、第一案の地破車が97式中戦車になった。地日車の量産は放棄された。製造は、 大阪造兵廠である。軽量化を主眼とし、かつ95式系戦車を基礎として、部品の共通化を図っているため、各部デザインに95式系戦車に通ずる部分がある。全体に溶接で作られ、一部に溶接が見られる。砲塔は戦闘室上面の左側にオフセット配置されている。形状はテーパーのついた筒状なし。 57mm 方が一門装備されている。砲塔天井の大部分を占めるハッチが設けられている。このハッチは単純な片開きではなく、砲塔全部と後部から両開きとなっている。またこのハッチを構成するパネルは独特の形状をしており、閉じられた状態では天井とつらい地にならず、構成パネル同士が組み合わさって三角の張り出しを形成する。 砲塔は一人用であるため非常にコンパクトにまとめられており、日本戦車の特徴とも言える後方に向けた基銃は装備されていない。試験の際は、その強硬なことが問題点として指摘された。車体は後部に機関室、中央に戦闘室、全部に装甲変速機を配置する。調合能力の向上のため最後部に夜ぞりが設けられた。装甲圧は当初は、 最大 25mm とされたが、軍需審議会で協議の結果軽量化のため最大 20mm へと変更された。同時に、車体幅についても狭くされている。機関室形状はルーバーが95式軽戦車のものに類似していた。これは同じエンジンを使用したためである。戦闘室右側に前方機銃主席があり、左側に操縦主席がある。 操縦主席前面はやや前に張り出している。車内は狭かった。前方機銃主席の天井部分、砲塔の横に位置する部分に、前後に両開きとなるハッチがあった。車体の全部天井には、横方向に開くハッチが2つ設けられ、ここから内部を点検できた。走行装置は、シーソーバネ式券化装置で、天輪取り体の地形に対する受動性は、 非常に良好であった。本社のシーソー式連動喧嘩は、二つの天輪からなるユニットを二つ対抗させ、バネで連結させるものである。このユニットの後輪の上部にのみカバーが付けられた。95式系戦車では、この喧嘩装置が両側に一組ずつ、天輪は片側四個であったが、本社は喧嘩装置を二組ずつ装備し、天輪は片側八個となっている。 試作車両には車体全部にフェンダーがなく、砂塵を下に落とすための3枚のゴム板が車体周部に吊られていた。試験の際は天輪の反転しやすさが問題点として指摘された。エンジンは95式系戦車のものを用いた。直列6気筒の空冷ディーゼルエンジンで120馬力を出力した。135馬力を発揮したという説もある。消音は 機関室の右側面後方のフェンダー上に一つ配置されていた。弾薬搭載予定数は当初手砲弾60発とされていたが、軍需審議会で競技の再手砲弾100発に変更された。機銃弾は第1案の3000発に対し1000発に止められた。ワールドオブタンクス日本中戦車、機エヌアイとして開発可能。ありがとうございます。